のぞみ。ただいま、ママ。今日の夕飯なんだと思う？ゆうと、宿題はやったの？唐揚げ弁当がいいな。時間割りちゃんと揃えておきなさいよ。っていうか、姉ちゃんなんか作ってよ。無理。頼りなんねえな、のぞみは。姉ちゃんでしょ。おーい、パパ待ってました。今日の弁当何？あ、じゃーん。ママ、ママだ、ママだ、すっげえ。だってそんなはず。ママの匂いがしない。私はミクです。未来と書いてミクと言います。ミク？ミクはパパが開発したロボットなんだ。ロボット？ロボット？そう、ロボット。完璧な仕上がりだろう。でもまさかミクの性能チェックを我が家でやることになるとは。ちょうどよかったじゃないか。のぞみちゃんにゆうとくんだっけ？はい、あいつらのこともあるし助かります。これでコンビニ弁当と洗濯物の山とはおさらばです。社長ありがとうございます。家事代行試作ロボット第1号ミク。このロボットに組み込まれた基本ミッションは完璧に家事をこなし家族に笑顔をもたらすことだ。よろしく頼むよミク。よし、食べよう。はい、いただきます。いただきます。うまっ。うん、私、お料理得意です。何このロボット、人の顔見てニコニコ笑って気持ち悪い。ああ、それはミクはそういう風に作られてるんだ。どういうこと？顔認証システムって言って、人と目が合った時に笑顔になるようになってるんだ。すげえ。人とのコミュニケーションに笑顔は大事だろ。笑顔は人を元気にするしな。ミクは周りに笑顔を与え、自分も笑顔を集めるように作られてるんだ。ミクが完璧に家事をこなす、俺たちは嬉しい、笑顔になる。その笑顔をミクが認識する。俺たちの笑顔がミッションを達成できたかどうかの目印になってるんだ。笑顔ね、笑顔。ほら、のぞみも食べて食べて。しょっぱい。え？
そんなことないだろう。何すんのよ。塩分濃度 0.8%、 日本人が好む平均的塩分濃度の範囲内であり、むしろその中でも低濃度、その分出汁をしっかりとっています。健康上も適正な値です。信じらんない。指にセンサーがついてるんだよ。そのセンサーが一瞬にして温度や成分なんかを測るんだ。普通人の味噌汁に指突っ込む？のぞみがまずいとか言うからだろ。そんなこと言ってない。少なくともママの料理よりは美味しいよなあ。うんうん、味付けし忘れたりとかしょっちゅうだったもんな。そうすると絶対言うんだよな。素材の風味を生かしたの。そうそう、茹ですぎるし焦がし。あとあれ参ったな。オリジナル創作料理、あれきつかったな。そのくせ絶対言うんだよな。栄養満点、愛情満点だから残さず食べてね。なんで？なんで二人ともそんな能天気なの？ママ死んじゃったんだよ。なんでそんなヘラヘラ笑ってんの？ママの作ったご飯より美味しい？私はお料理下手だって、ママのご飯をずっと食べたかったよ。ママが死んじゃったのにニコニコ笑ってるロボットなんてひどいよ。パパはなんでこんなロボット連れてきたのよ。とっとと研究所に連れて帰ってよ。こんなロボットいらないよ。のぞみ、のぞみ、のぞみの怒りみ、みく、気にすんなよな。のぞみもそのうち分かってくれるよな。なんだ、まだ起きてたのか。パパはなんでミクを作ったの？ずっと昔、すごい人気のあった鉄腕アトムというアニメだよ。ふん。太陽の活動が異常に盛んになって、今までにないパニックに襲われた地球。その地球と人類を救うためにアトムは太陽の活動を抑える装置を抱えて太陽に飛び込むんだ。そしてアトムの勇気と決断によって人類と地球は救われた。自分の命を捨ててまで人類の幸せのために力を尽くしたのがこのアトムなんだよ。アトムかっこいい。困ってる人を助けたい、人を幸せにしたい。パパは決めたんだ。いつかアトムみたいなロボット作るって。パパかっこいい。姉ちゃん一緒に寝ようぜ。いやよ、自分の部屋で寝なさいよ。いいじゃん、まだ怒ってんのかよ。ちょっと、パパと寝たらいいじゃない。いびきがうるさくて寝られないよ。じゃあ、あの変なロボットと寝たらいいじゃない。ミクは夜は充電するんだってさ。変な充電器みたいなのにくっついてたぞ。狭っ、またママの枕持ってきたの？いいだろう、のぞみにも貸してやろうか。ママの匂いするぞ。私はユートみたいな赤ちゃん寝ないの。おやすみ。で、どうだい？ミクの調子は？もちろん完璧です。見事に家事をこなしてます。よしよし、順調だな。沙織はおっちょこちょいで家事はからきし苦手だったので、
ミクは出来すぎなぐらいですそうかそうか、喜んでただろう、のぞみちゃんとゆうとくん。はあ、まあ。ん？何か問題でもあるのか。いや、問題はないのですが。が？なんだ。あ、いや、なんでもないです。ミクは完璧で理想的なロボットですよ。カロチン豊富なかぼちゃコロッケにしましょう。イエーイ、かぼちゃコロッケ。ママ、のぞみ。あ、パパ。あ、パパ。なかなかいい感じ。じゃあどっちが先にできるか競争よ。ね、のぞみ早いよ。キーとかーん。ちょっと何すんのよ。キーン。のぞみ。はい、ママの勝ち。のぞみのぷくぷくほっぺ。もうママったら。のぞみのぷくぷくほっぺーもうママってさ、そうそう、笑った方がかわいいぞ、のぞみ。そうそう、笑顔笑顔懐かしい。ただいま帰りました。あ、なんで消しちゃうんだよ、俺も見たかったのに。それでしたら、今朝掃除した時に私が捨てました。捨てた？はい、私掃除得意です。きちんとゴミの判別できます。ひどい、なんで捨てちゃうのよ。ああ、ミクやっちゃったな。あれはもうすっかり枯れてました。代わりのお花でしたら買ってきましたよ。ほら、あの花冠はママの大事な思い出だったんだよ。思い出？あんたはロボットだから人の気持ちが分かんないのよ。あんたなんか、あんたなんか大嫌い。すっげえ、ミクすげえ。私お料理得意です。ミク、よくこんなの思いついたね。人工知能にはな、学習能力もあるんだぞ。できます。おー、のぞみ、朝ごはんは？いらない。ワン、ツー、シー、フォー、ファイブ、シックス、セーブン、エン。ワン、ツー、みんな手の動きはっきり。ファイブ、シックス、セーブン、エン。ワン、ツー、四、五、ファイブ、シックス、セブン、エ、ワン、ツー、シー。のぞみちゃん、のぞみ、大丈夫？大丈夫？のぞみが体育の時間に倒れたって連絡があった。学校までのぞみを迎えに行ってくれ。脱水症状あり、軽い貧血のようです。触らないで、私を味噌汁と一緒にしないで。あっち行って、あっち行ってったら。のぞ
ぞみ、お腹がすきすきって倒れたんだって。だから言ったじゃんかよ。うるさい。じゃーん、すげえだろ。ミクは作ったんだぞ。チューしてきたやつぞ。こんなの、こんなことしたってママの鼻かんむりは戻ってこないわよ。あんたなんかうちから出てって。何よヘラヘラして。ミク悲しそうな顔してた。笑ってたじゃない。悲しそうな顔してた。もう望みなんか知らないからな。ママ、ママどこ？あ、ママ、ママ、ママ行かないで。ママ行かないで。ママ。だから入院なんだから早く休まないと。私の宝物。ぐちゃぐちゃ。おはよう。食べて食べて。ミク、どうしちゃったの？
最近ミクの様子がおかしい？はい。どうおかしいって言うんだ？それがとにかく家事は毎日失敗ばかり。今まではきちんと完璧にこなしていたのに。故障か？わかりません。でも優斗はすっかりミクに懐いちゃってママみたいだって。なるほど。僕も時々ふと沙織が戻ってきたんじゃないかって。それはもしかしたらミクが。え？ミクに当初組み込んだプログラムは完璧な家事をこなし、その家族を笑顔にすること。完璧な家事をこなしてものぞみちゃんは笑顔を見せてくれなかった。そこでミクの人工知能は考えた。のぞみを笑顔にするために必要なのは完璧に家事をこなすロボットではなく、子供たちの本当の母親沙織になることだと。それで沙織さんのように振る舞い始めた。人間らしい不完全で不確実な行動だが、これはミクの暴走だ。暴走？ミクをすぐに連れ戻してくれ。ミクの行動は我々の想定を外れてきている。安全面が保証できない。それにこれはミクにとっても自殺行為と言えるかもしれない。自殺行為？ミクの人工知能の中で自己否定を起こしている可能性があると言っているんだ。それはロボットとしての死だ。何よこれ。バカ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 、何やってんのよこのポンコツロボット。ママの写真こんなにしちゃって。花を花冠をあげようと。あんたはどうしてそんな余計なことばっかりするの。いい加減にして。もうあんたなんか出てってよ。ゾミ、そんなこと言うなよ。ミク、ずっと俺たちと一緒にいてくれるよな。本当のママになろうとしてたんだ。だからそれが余計なこと。俺たち家族を笑顔にするために。ミクは自分のことも顧みず、のぞみを俺たち家族を笑顔にしようとしてたんだよ。私たちのために。ミク、ミク、ミク、のぞみ。のぞみちゃん、笑って。あったかい。のぞみのぷくぷくほっぺ。
のぞみのぷくぷくほっぺみくみくごめんなさい、私泣くな、笑え、だっていいかな、笑え。よかった。ミク、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 目を覚ましてよ、ミク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 、のぞみ、腹減った。姉ちゃんでしょ。どう？素材の風味を生かしてる。だねー。のぞみを腕を上げたな。お姉ちゃんでしょ。おーい。あ、パパ帰ってきた。あ、じゃーん。おかえり、ミク、ミク、ただいま。ミクが帰ってきた。ミクだ、ミクだ。のぞみ、もう大丈夫ね。ミク、ドビランコ味噌汁とね、あとね、おお、すごいな。